は。アトリエサロン虹ろこ七色パステル教室のひろこです。いつもこのチャンネルをご覧いただきましてありがとうございます。今日の教室で31回目になります。今日も最後までよろしくお願いいたします。今日私が選んだライブ T シャツはこちらになります。ゆずアリーナツアー2013ゴーランド、ちょっとこう渋いね感じのシャツですよね。日本地図が書いてあって、ね、なんかこうちょっとメッセージの強い今のね日本とか世界にこうなんかつながるものがねあるような、そんな歌詞がある「ランド」という曲の中に入ってるんですけどね。やっぱこう負けてたまるかって、こんな状況でもやっぱみんな立ち上がろうっていう強い歌詞が心に残ります。ぜひね皆さんも聴いてみてください。勇気とね元気が出ると思います。今日は私もこの日本を代表するシャツをね着てね書いてみようかなね。頑張ってやっていきます。今日もよろしくお願いします。今日書いてもらう作品はこちらになります。ホヌとプルメリア、ハッピーホヌっていうね題名つきました。プルメリアは前回のちょっとこう応用編になるのでね同じ描き方になります。ホヌはハワイ語でウミガメのことを言うそうです、ね、ホヌはねなんか海の守り神って言われててね、幸せを運んできてみんなのね災いや身を守ってくれるって言われてるそうなので、あのね思い込めて今日もねこのウミガメハッピーホヌを描いていきたいと思います。最後までどうぞよろしくお願いいたします。それでは今日も始めていきたいと思います。よろしくお願いいたします。これねこれもちょっと前にいっぱいねみんなに描いてもらった絵になりますね。はい、このプルメリアはね前回と同じ描き方なのでちょっとねおさらいっていう形になりますね。ウミガメはねちょっと形ねまた型紙がちょっとあの描けるかなと思うんですけど、まあねなんかこうまねっこして描いてもらったら嬉しいかなと思います。型紙こんな感じで描いてますね。ウミガメの形そんなにあの単純な形なので大丈夫かなと描けるかなと思ってるんですけどね。背中にちょっとねこうハートみたいな感じでここにお花の模様をねここにつけたいなと思ってます。これはプルメリアのこう涙型のね形を何枚か切り取っておいてください。これをねまたカッターで切っていきます。ではこのように切り離しました。ホヌとねこれ背中の模様のところです。切り離した型紙はこんな感じになりますね。これを使っていきたいと思います。背景は白ね、いつもの通りに白にします。こんなちっちゃくなってね最後まで使えますよね、もったいないからね。では海の中を描きましょうね。で、白をベースにします。背景で海の色に使う色は今日はこちらの2色です。89番と106番になります。こちらで背景のね海の色をつけていきます。
まず水色89番これをそうですね、ところどころに3、4箇所にこう落としてください。でこれをほわんと全部ね塗る必要ないです。適当に隙間があっていいですよ。水色をやったら次はちょっと濃いね、これは106番です。ちょっと隙間のところね、空いてるようなところに適当に削っていきます。何箇所でもいいですね。これでちょっと青のグラデーションを作っていきます。爽やかなね、海の中の感じを作っていきますね。まあ色はね、好きな色合いでいいと思います。この色にしなくてはならないっていうね決まりもないので、好きな色でね描いてみてください。ちょっと薄いかな、ちょっと薄いかな。もう一回今の色ねもう少し足します。少しね深いブルーも足していきたいので今回足しますね。色合いはねご自分で好きな感じにしてくださいね。さっきちょっと濃くなったかな。その時によってね色の出具合って変わってきますね。力加減だったりね、意外としっかり髪の中に吸収させてます。背景ができました。次はホヌに行きます。ホヌね、こちらの形を使いますね。ちょっとこう登っていくような悠々とね泳いでる、これがメインになるので中心に置いてテープで留めてください。ね、2箇所ぐらい留めてくださいね。ここにね、こうねテープの上に貼ってくださいね。それでホヌの色なんですけど、これはちょっと緑、73番と95番を使います。この色もねみんな好きな色を使っていいですよ。私は今日はこれを使います。ではこの中を消しゴムでしっかり消していきましょう。これねゴム消しね、しっかりね消します。ね、範囲がね広いので紙がね形が複雑なので破けないように丁寧に消してください。めくれちゃったりするとね形が変わってくるので丁寧に ね。ウミガメってね見たことありますか？私ね沖縄にねもう 何回も行ってるんですけどね、まだね肉眼でねウミガメ見てないんですよね。見たいなーってね、一緒にねなんか潜った時にね一緒に泳ぎたいなーと憧れてますね。これはね絶対ね夢を叶えたいと思います。その中の一つかな。早くね行けるようになるといいですね。ウミガメと一緒にね潜りたい泳ぎたいですね。泳げるかどうかわかんないけどまあちょっとね一緒に海に入ってみたいなっていう憧れね。大きいカメさんね、竜宮城のカメもウミガメですよ ね。浦島太郎のね、あめくれがこれ、ね、めくれちゃうので注意してやってください。まあ、しっかりね消しました。そしたら次に色を入れていきます。この色ね73番、これを全体に削ります。真ん中ね模様ねまたくり抜くんですけど、手足のところとかね首のところはしっかり色を入れてください。
ね、こういうところ細かいところから始めた方がいいかな。こういうね、小さいところしっかりね輪郭を取ってくださいね。背中のところはちょっと模様が来るので粉やっちゃったんですけど、さらっとですねやって、でこういう手足のとことか輪郭をしっかりと取ってくださいね。亀さんの模様ね、ちょっと塊がね、私自分でねこれね編集とかね撮影とか全部一人でやってるので、この型紙をこうダウンロードする方法とか勉強不足でね、なかなかね大変なお年頃なんですよ。これでもね若い人ならパッパッパーでできるんでしょうけど、ちょっとおばさんにはねすごい大変なんですよ次ね、この緑色95番、これを紙の上に削っておいてください。それを指につけます。95番ね、でこういう先端の足のこういうとこ ね型紙もね作ってあげれればいいんですけど、みんなにねうちに来た生徒さんなんかはね型紙を全部お渡ししてるんですけどね、ちょっとねなんかそういうやり方が分かんないんですよ。だから私のこの YouTube の教室はみんなねなんかこう見てもらって、似たような、こう、そう、書き方をね覚えてもらえば、こうして書いてるんだなっていうね書き方を見てもらえばいいかなと思ってます。だから型紙はそのまま同じにならなくてもいいんですよ、ね、自分のこのオリジナリティね、そういうので描いてみてください。今ちょっとね深い緑をねこういう足、手、顔、ちょっと背中の方とかちょっとさらっと入れましたね。こうグラデーションを作りました。次に背中の模様に行きます。この切り取ったこれを中に戻しますね。ずれないようにテープで留めてもいいですよ。ずれちゃうとねなかなか綺麗な模様にならないので、ちょっと2箇所ぐらい留めます、ずれないように。でこの中をまた消しゴムで消します、ね、この中の模様はね何でもいいです。私はお花にしたんですけど星にしてもいいしね、なんかねなんか好きなの書いてください。この中にねこういう感じで消しました、拭き取りましたね。そしたらここに色を入れます。この色は先ほどの水色89番、これを紙の上に削っておいてください。それでこれは真ん中のとこだっけね、わざと端っこの白いのがこうちょっと残すような感じでしっかり埋めてないんです。こうなんかボワンと、白い枠ができるような感じで入れてみましょう。これも適当、こんな感じでいいでしょうかね。ね、はい、これで骨は出来上がりです。真ん中にね模様を入れるので、それでは一回これを外しますね。手外すと出来上がってるはず、こういう感じです、ね、ほんのちゃんができました。じゃあね背中の模様もやっちゃいましょうかね。まずこれを先ほど言ってやったでしょ、ここ消しゴムで消します。でプルメリアっぽくやるのでうまいの花びらにしようかな。こうやったら
中心がずれやすいので中心にちょっと印をつけます。それでお花を作っていきますね。ハートでもいいしね、なんかここの模様は好きな、ね、文字を書いてもいいですよ。アロハとかね、なんかハワイっぽいでしょ、ね、自由にやってください。ね、中心を合わせて、花びらね、5枚でも6枚でもいいです。しっかり消して、気にしない、うん、ね、ほのちゃんの背中にお花の模様を描きました。こういう感じでいいね、うん、中心にねちょっとね芯を入れます。花芯ね、花芯は黄色にしようかな。これ51番ね、真ん中ね、もう一回印つけて一番ちっちゃいのにしようかな。ちっちゃいのでここを消します。でこれを綿棒で中にさっきのね黄色つけて、ここにね色を入れていきます。しっかりねグッと、はい、これでホヌが出来上がりました。では次にね、プルメリアを作っていきます。この型紙、これね、使います。プルメリアは前回のおさらいですので描き方は一緒です。色はね、51番と36番にしました。ちょっとオレンジっぽいね。これを紙の上に削っておいてください。ではお花の位置をね、まずね、どこで辺にしようかなっていうお花の位置をちょっと決めてくださいね。何箇所かお花の位置をちょっと印つけましょうかね。まあ適当ですよね。ここで辺にしようかなっていう花のね位置を今やりました。これを5枚でね、ハイビスカスじゃなくてなんだっけ、プルメリア作っていきます。ハイビスカスもやるね、このね、ちょっとね、夏の花いっぱい、夏もね、お花いっぱい咲くのでね、春とね、夏はね、お花の絵がちょっと多いです。綿棒にまず黄色をつけますね。中央のとこだけにつけて、それでオレンジを根元に20にね、1枚ね、これを5枚作っていきますよ。前回とね一緒なので、ここはね前回やってくれてる人はね、あのおさらいだと思って気軽にやってみてください。簡単なんで、ビジネス系はすごい苦手なので、ただねこうやってね YouTube チャンネルを開設してるんですけど、全部ね自己流なんですよ。だから誰にもねなんかこう教わってもいないし、もう本当に自己流なので、本当はねこう逆さまじゃなくて自分の方からね見た感じをお伝えすればいいんですけど、そのカメラのセッティングするなんか場所だったりね、
自分のなんかこう動ける範囲が難しいのでこのような形になってるんですけど、改良するとこねいっぱいあると思うんです。皆さんにもねちょっとこう不便な面がねいっぱい出てくると思うんですけど、徐々にこう改善していければいいんですけど、なぜね、本当おばさんなのでね、なかなかこの今の時代にねついていくのが精一杯なので、これでもねなんかね、どうやったらこううまくね撮影とかねできるかなって。写真はねすごい好きなんですね、写真は趣味って言ってもいいくらい写真のね iPhone の容量がね満杯になっちゃって、それをどうやってパソコンに落としても、このパソコンの中がいっぱいだったりね、なんかいろんな方法をね今ね調べてるんですけど、これねブルーベリーや、じゃあもっとねどんどんやっていきます。こう喋りながらね、ね、皆さんは写真撮りますか？私本当にね撮る写真がね本当にどん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 溜まっていきますよ ね。この動画は iPhone で撮るといっぱいまたいっぱいになっちゃうのでカメラで撮ってます。普通のデジカメみたいなの撮ってます、動画ね。それをもう編集してやってるんですけど、編集するのね時間かかるのね、ほんとね絵を描くのがね簡単なんだけどね、その編集するのがねすごい大変だ。自分のね喋ってるの何回も何回も聞くのにうんざりしてくるね。なんでこんなこと喋ってるんだろうって思うんだけど、あ、皆さんは1回しか聞かないからね、大抵1回ぐらいでね流してくれてると思うので、まあちょっとね一時でも私のお話に付き合ってくれて感謝してます。こういう感じねやっていきますよ。もともとね私こう 絵は好きなんですけど、本当に昔から手芸部なんですよ、オタク。本当に外で運動はあんまり苦手で、手芸部ずっと小さい子どもの頃からね手芸部でおうち長でねやってるコツコツしたのが好きで、三度の飯よりねミシンかけが、好きでしたね。中学校のね試験とかあるでしょ、試験の時でさえなんかミシンかけしててね、勉強そっちのけでねミシンかけしてた。何でも手作りが好きでね、だからお裁縫とかね、すごい得意なんですよ。編み物もするし、本当にね女の子らしいのがすごい好きなんですけど、でも私のね本当の私はね、先生は男だったんじゃないかな、男っぽいんです。あんまりね、やることはねなんかコツコツしたのが好きだから、多分ね職人に向いてると思います。ちょっとビジネスはね苦手なんですよ。こうやってね自分のこうやってる作業を見てもらうだけで満足してる面があるので、それをねこうみんなにこう見てもらって自己満足ですよね、職人、自分で思います、職人だなって。なんかね昔前ね職安に行った時、職業安定所に行った時ね、適性検査ってあれでしょ、あれね私やったらね私に合ってる職業職人って言ってた職人って言ってたね。なんかね、もうちょっとね若
言ったって仕方ないんですけどね。なんか若い時にそれ気づいてればね、なんかね、職人にね、こうなんか弟子入りしてね、なんか伝統工芸とかね、身につけたかったですね。コツコツしたのが好きで、うん、手仕事が好きですね。ものづくりが好きなのでね、うん、だからこの絵は、うん、芸術とかね、そういう美術とかは一切私はね、習ってないし、うん、美術をやってる人から見れば私の絵なんてね、なんかお遊びみたいな感じなんですけどね。でもこれは自己満足なので、自分が楽しければいいのかなっていうふうにね、うん、そういうふうに思ってやってます。だってね、好きなことやれるって幸せですよね。だから今ね、こういう時代でコロナでね、こう、うん、拘束されてね、みんなね、なんかやりたいこともやれない状態でいる人がね、たくさんいててね、大変な状況なんですけど、うん、本当に申し訳ないんですけど、私は今までと何の生活のね、変わったっていうのがなくて、今までと同じようにこういうことコツコツ やれてるっていうのは本当に幸せだなってね思いますね。大変な人たちにね、申し訳ないなと思って、でもなんかそれでもこう、そういう癒しの時間というかな、ふっとこう見てもらって心がね癒されるような絵をこう届けられることが私の役目かなっていうふうに思うようにしてますね。多分その見た瞬間がその人に必要なことなんじゃないかなって。だから自分にもね、必要とするものって自然にこう、見ようと思わないでもこう入ってくるっていう時ないですかね。全然関心ないことがふっとこう自分のとこにこう、情報が入ってきたりとかね、そういう時って多分こう自分に今必要な、なんかメッセージなんじゃないかなっていうふうに取るようにしてます。そうすると、気持ちもね、一瞬こう切り替えられるでしょ、そっちの方にね。今まで違うことでね、悩んでたこととか、そういうことが一瞬でもね、違う方に目が向くっていうのは息抜きになったりするからね、そういう時間もこう大事にね、自分でキャッチする、そういうふうにね気づく時間はね、これから必要なことなんじゃないかなって思います。私の話ね、いろいろ飛ぶのでね、こう作業しながらねやってるので、あっち言ったりこっち言ったり、あ、それはねやりながらね、こうなんか聞き流してくださいね。綿棒ゴロゴロなっちゃった、違う綿棒にしよう、綿棒いっぱい使うね。花はね、好きなくらい描いていいでしょ。あんまりね、こんな必要ない場っていう時は少しでいいしね。プルメリアね、もっとね、足します。私のね、ビジネスはできないんですけど、夢を制作してるって思っても素敵でしょ。夢を制作ね、かっこいいですよね自分でね、ビジネスはできないけど自分で夢を制作してるので、それをね、なんかこう自信を持ってやっていきたいなって。昔ね、
本当自信なんか全然なくて、こんな、ね、絵描いててもなかなかこう自分に自信がなくてね、なんかでも好きなことって続けられるんですよね。だからいつかこう諦めなければなんかの形でね、変わっていくのかなって。人間ね、いろんな可能性があるのでね、年齢は関係ないかなと思ってます。若い時はね、若い時でね、やることがいっぱいあるのね。家庭のことだったりね、仕事のことだったりね、まあいろんな環境のね、変化があるので、若い時は若い時にしかできないこと、年齢がいくとね、なんか本当に自分の時間が持てるので、このね、自分の時間を大事に使いたいなって。一日一日ね、早いんですよ、終わるのが。1週間が終わるのがなんでこんなに早いんだろうっていうようなね、なんか瞬きのようにね、過ぎていくのね。昔はそういう風にね、感じなかったことが、今は本当に時間が一番の、なんかもったいないというか、時間もね、一番大事かなと思います。一生短いよね。だからこの短い一生ね、どう生きるか。長く生きてもね、こうなんかその内容ですよね、生きた内容、だから短くてもしっかりこう自分の、やりたいことをね、やって生きたっていうね、実感を味わいたいですね、私の場合はね。なんか後悔したくないです。一日一日、今日も楽しかったなっていうふうにね、思いたいですね。大変なね、時代ですけど、ここでね、みんなね、共存していかなきゃいけないね、これからね。いろんな状況が次から次とね、起きると思います。予想もしなかったことがね、起きると思います。でもね、そこでね、生かされてる自分ね、生かされてる自分、そこにね、やっぱ注目してください。人のことでね、泣いたりね、なんかこう嘆いたりしても、結局は自分なんですよ。だからそこに生かされてる自分は、どうやってこれを乗り越えて生きていくかなっていうところですよね。そこがね、いつもね、試されてるんじゃないかなってね、試されてると思いますよ。逃げる、そこから逃げるのか、そこに向かって進んで、前に進んでいくのかね。なんかね、昔本当に私なんか何も考えないでね、生活してたような気する。こんなね、考えることなんかなくて、今日のご飯何しようとかね、なんかそういうね、本当に些細なことばっかり毎日考えてて、なんか今日は 何百円しかないやとかねねえ、ほんと何でも我慢、何でも我慢して、いつかね、なんかこうお金が入ってくるんじゃないかななんて思ってたけど、そういうふうにね、思ってたことが間違いだよね。いつかなんかないんですよね。自分でね、こう掴むっていうね、そこですよね、違いね。これはね、年齢がね、いったからね、気づく面もあるかな。人間ってね、日々成長してると思います。私は本当に成長したかな。まああんまりね、成長してないんですけど、
楽しむことが一番ね、今できること感謝してね。運んでくるね、いろんな例えがあるでしょ、動物とかね、そういうものね、人間ってね、いろんなものに影響がもらってね、生きていくんですけど、まあ、それ考えたの人間だよね。でもね、多分ね、昔から言われてることもね、人間がずっとこう伝えてきたことだからね。今日はね、プルメリア一色だけにしてみました。色ね、変えてもいいですよ、違うね。ここをね、まあ今プルメリアにしたんですけど、今度はねハイビスカス描くのでハイビスカスにしてもいいしね、南国の気分ね、海にね行った気分で、立ててこうやるぞっていうと、そこにね向かってね、なんとなくこう叶う夢がね、叶う第一歩、思うね、それでね夢をこう思うっていうことがね大事。何も考えないでね生きてるとね、もったいないですよ、もったいない。頭使わないとね、受けちゃうしね。これね、指をね使ってるでしょ、このパステルってボケ防止になるんですよ、これ。指ね、指のね先からこうなんか髪を触ってこう神経がね脳にこう伝わるでしょ、ね、これボケ防止なんだよパステルって。すごいよね、すごいでしょ。できました。今日はねこのくらいにしておきます。次にこれね、これ、ステンシル、これを使います。で、ゴム消しで、あ、最初練り消しだ、練り消しでボワーンとね、周りにねこう海の泡みたいな、水滴みたいなね、それを描いていきます。これも適当にこうボワーンと、ゴム消しじゃなくて練り消しの時はフワーンってね、ところどころに。練り消しはね、こう綺麗なところを練りながらやってってね。今大きい丸を散らばしてます。でちょっと少し小さめの丸も、ちょっとゴム消しじゃなくて練り消し、わかんない、練り消しでちょっとやってます。小さいね丸をやるときはちょっとゴム消しではっきりやった方がね、雰囲気がワンとゆらゆら揺らぎみたいね。で次に小さい丸を散らしていきますよ。これははっきり消していいと思います。消しゴムの減りも早いね、ちっちゃくなっちゃった。最近ねパステルだけやって、ね、ちょっとねアクリルの絵もね描きたくなると、こう交互にやってね、私の場合ね、アクリルの絵やったりパステルのやったり、すごいねこう気持ちがね、その時によってね、今日はこっちやりたい、こっちこ両方ね私の絵なんですよ、アクリル画もパステル画も。だからその両方を合わせた絵を描いたりもしてます。これがねオリジナルで描いてる絵なんですけど、パステルの背景に
アクリルの絵の具でね絵を描いたりしてます。でオリジナルでね描いてるんですけど、意外とそれがねしっくりいくんですよ。展示会とかねやるとね、どっちで描いてるんですかって言われるね、アクリルなんですかパステルなんですかってすごくねみんなわからないっていう人もいるんですけど、まあ見る人はみたいなすぐわかるんですけどね。だからそれくらいこう違和感がなく、アクリルとパステルはすごくねマッチするんですね。それでアクリル画っていうのはこうトールペイントが基礎なので、トールペイントは色を重ねて重ねて、その色の重なり具合で絵を描いていくんで、立体的にね。でもパステルっていうのは色を抜いて抜いて仕上げていくでしょ。なんかねそのマイナスの技法とプラスの技法が合わさって、ちょうどこういい具合にねバランスが取れるっていう、まさにねすごい画期的だなと思って、自分でね自分で発見したの、すごいねあまり考えないようで、なんていうの、そういう風にねなっていくもんでね、すごいな、自分でね自画自賛まあこういうね楽しみを見つけて気づくことがね大事だと思います。じゃあ最後にここにね光を入れたいと思います。これに入れようかな、これにキラリンってね、キラリンって光を入れたいと思います。肩のあたりにしようかな。髪ね、こうまっすぐの髪を当てます。で隙間をね作りますよ。1ミリ弱ぐらいかな、そこを思いっきり消します。よいしょ、この長さはね光の長さになるのでしっかりと消してくださいね。これね、そしたらちょっと絵を回転させた方がやりやすいので回転させます。十字の形作りたいので、ここも隙間を1ミリ弱ぐらい開けて、その間をしっかりとゴム消しが入るようにね消します。こういう感じね。で、あとはこの十字の間に入れます。いいですね、もうね5月もね中旬過ぎましたね。もう梅雨の時期がやってくるのかな。水害とかね今年は来ないでほしいですよね。去年も大変だったのでね、こういう時にねそういう災害が次から次と起こるのは本当にメンタルね、みんなね、もうなんか、立ち直れなくなっちゃいますよね。せっかくね、復興したなと思っても、次から次とこういう風にね、来ると辛いですね。光を入れました。キラリーンって、これでね、終わりです、今日は。ではこれで完成です。じゃあ仕上げいきますね。仕上げはフィキサチフトグラマーダストです。これデコアート社のグラマーダストってね、クリスタルのやつを使ってます。もうなんかすごいキラキラがねクリスタルっていうねものを使ってるので、光り方がね一段とグレードアップすると思います。気に入ってるのでね、トールペイントの、ね、材料でね持ってたものなんですけどね、キラキラやるんだけど、これはねただ上に糊じゃないので、ただ上に振りかけてるだけです。だからちょっとこう逆さまにするとこれがね取れちゃったりするんですけど、まあ、取れてもね、フレームとか
ビニールとかに入れればキラキラね取れないので、そのままもう封印しちゃってくださいね。一回ねスプレーのりでやったんですけど、スプレーのりはずっとこうベタベタがね取れなくて、仕上がりがねすごいね汚くなるので、ただねこのフィキサチフをした上に振りかけてます。のりはちょっとねベタベタ、表面がいつまでもねベタベタするので使ってないですね。いろんなね材料でわからないことがあったらどんどんねコメントとかくださいね。私ね自分でこうやってるので説明不足なところがあるので、ね、なんか材料とかわからないときは第1回目のね私の教室、まあ、こんな感じで完成なんですけど、ちょっとね途中抜けててね申し訳ないです、ごめんなさいね。なんかね説明が、途中で終わっちゃって撮影トラブルです、ちょっと失敗今日ね、ごめんね。いや今日はこれで完成になります。これをフレームに入れたいと思います。お疲れ様でした。今日も最後までご覧いただきましてありがとうございます。撮影失敗しちゃってねごめんなさいね。最後ねなんかちゃんと映ってないと思うんですけども、ご了承ください。次回はね失敗しないように頑張ります。今日完成した作品はこちらになります。ハッピーホヌ、ね、このプルメリアとホヌの絵を描いてみました。ね、プルメリアは前回のおさらいなので同じ描き方です。ホヌはちょっと難しいかなと思うんですけど、動画をね一時停止してそれでこう真似っこして描いてみてくださいね。なかなかちょっと難しいかないんですけども、皆さんねなんとかアレンジして描いてみてください。では今日はねこの辺で終わりたいと思います。次回もよろしくお願いします。みんな手洗いちゃんとしてね、暖かくなってきたからね熱中症にも注意してください。ではねまたね、バイバイ。